しんいちさん、ハートありがとう。やっほー、808さんもハートありがとう。ブチかわいい、やったね、やったね。アニメート行ってきたよ、おかえり。にゃほー、日曜日だからこの時間にやってみました。なべなべ所長マシュマロ、キヨニーワッフル、ありがとう。ゆうなぎさん、マシュマロありがとう。え、アニメート、いいじゃん、今日がラストだもんね、アニメートフェア。寂しい、ありがとう、いつ今まで。福ちゃんちハートありがとう。声が変わる変わる。ゆうきハートありがとう。福ちゃんちマシュマロありがとう。しんいちさんだるま、サンソンさんハート。そう、14時59分、え、私14時59分だった。福ちゃんちかわいい、ありがとう。 R さんマシュマロ、タカさんマシュマロ、姫さんかわいい、ありがとう。トーリさんキャンディーありがとう。お昼今みんなでもお仕事の人もいるのかな。そしたらお仕事お疲れ様です。マーシーハートありがとう。ホーチ、名古屋コーチンの日、何コーチンって、名古屋コーチンって何？ニワトリ？そうなん。ドライドラチキさんありがとう。リコチさん見ると落ち着くな。なんでリコチさんって呼ぶん？リコチさんなの？燃えるゴミゴミな人。あ、結婚して？無理です。無理です。日賀直さんありがとう、マシュマロ。ヨウくんマシュマロありがとう。フォーユーさんもマシュマロありがとう。鳥なん？コーチン、ファイヤーさんマシュマロありがとう。あ、自撮り、そうなん。醤油ラーメンと味噌ラーメンどっちが好きですか？その中だったら醤油ラーメンかな。ならいいな、なら。奈良の大仏にお手手合わせておいでなさい。マチアさん、しんいちさんマシュマロ、8083ハートありがとう。ありがとう。ピロスケさんワッフル、パクチンさんマシュマロ、アムトンさん結婚してダメです。醤油ラーメンと豚骨醤油ラーメンどっちが好きですか？あったら豚骨醤油ラーメンで、豚骨醤油ラーメンと豚骨ラーメンどっちが好きですか？だったら豚骨ラーメン。坂田市民さんありがとう。クマペルナイト、鹿に囲まれるの困る、食べられちゃうよ。坂田市民さんだるま、鹿は鹿せんべいあげなきゃ。のりみおさんマシュマロありがとう。山口県はフグを食べることが多いですか？うん、多いね。フグはよう食べますな。自撮りの自撮り、自撮りが自撮りしてたらじわるね。カズニー46さん雪の結晶ありがとう。アムトンさんもマシュマロありがとう。フフさんも雪の結晶ありがとう。修理屋さんもマシュマロありがとう。ケンキザキさんハートのキャンディーありがとう。うん、これから用意するんですか？うん、何にもしない。これからお菓子パーティーをする。これからお菓子パーティーする。慎太郎さん結婚して、無理です。もしかしたらもうてりたまが食べたくなってきた。雪の結晶ありがとう。戸田のひーくんハートありがとう。みつるんさんかわいい、ありがとう。うん、火事に鳥と西か海部しか、火事に西かやばいな。うん、服の唐揚げとかよく売ってあるよね。うん、あるある。
でもこの前ご飯を食べに行った時、フグの唐揚げめちゃめちゃ美味しかった。ウッポさんマシュマロありがとう。お菓子パーティーする。ウーバーイーツ。てりたま、え、てりたまってなんであんな美味しいの？日向坂46さん可愛い。ありがとう。シャニカ前の時は買った。ありがとう。ハチさんハートありがとう。フォーユーさんマシュマロありがとう。お菓子パーティーする。マシュマロも食べたい。ハチさんありがとうハート。今日もいっぱい寝れた。いっぱい寝れた。今日は気づいたらもうつぶちゃんがいた。つぶちゃんに起こされた。マサさんありがとう。ハートのキャンディー。モスコルさんマシュマロありがとう。3時のやつにハンバーガーはありですか？え、もうみんなはもうてりたまのめっちゃ食べてください。もう、え、ミニメロンパン作ったの？かわいい。え、ミニメロンパンってどうやって作るの？もうあのイースト菌で発酵させるとこから始まるの？すごすぎん。ひなとトラさんマシュマロありがとう。ジェリーさんハートありがとう。リサーチャーさんマシュマロありがとう。馬一筋さんマシュマロありがとう。ソウシさんマシュマロありがとう。てりたまはおやつです。てりたまはおやつに入りますか？てりたまはおやつです。カズヤさん尊い。ありがとう。シャニカ前ありがとう。アジポンさんありがとう。ハート。ベーコンレタスバーガーが好き。 BLB。 マサヤさん、ジェリーさんハートありがとう。幕張までダイエットする。えらっ。3月20日あと10日、頑張れ。アジポンさんマシュマロありがとう。私もこれからお役目ウィークに入るから、お役目ウィークは頑張ってみる。チーム減量。アジポンさんマシュマロありがとう。氷氷かと思った。氷じゃない、うん、氷ができたらさ、あの合言葉を言わんといけんけ。すいません、まだね落ちて。光合成中。てりたまって何日期間限、何月何日までなんやろ。てりたまが私もうこの世からなくなったら私ちょっと辛いかもしれない。キコさんありがとう。こんにちは。趣味特技何？星になってる。キコさんマシュマロありがとう。ご飯は食べました。日曜日ですね。もうこのウィークが終わるなんて寂しいですね。この週末が終わっちゃうなんて寂しい。マリュありがとう。キャンディー、てりたまオールシーズン解禁あるよね。ジェリーさんもハートありがとう。マリュキャンディーありがとう。バイト休むの？サボる？休む？いいんじゃない？バイトなら。ナオトさんマシュマロ。ボヤッキーさんマシュマロ。シルバーズツビさんお手紙。赤湯下湯さんありがとう。ハート。ソフさんマシュマロ。間違えた。なんか可愛いキャンディーのエンジェル。シルバーズツツビさんハート。ソフさんマシュマロありがとう。マジ？エドシーランウォーキング。あ、違う。エドシーランウォーキングマジ？え、いいじゃん。エモいね。テリヤキバーガー卵さ、確かに。え、でもさ、あの卵の美味しさはさ、お店の卵の美味しさじゃん。え、どうしたらいけるん？テリヤキバーガーにさ目玉焼き挟めばいいん？でもあんななんかさ肉厚な卵ってできなくない？ぼやっきーさんありがとう。ゆきまるさんありがとう。なんかさ全部さお店のなんか自分でさ作ったとてさ、なんかお店のものだから美味しく感じちゃう。ぼやっきーさん、ゆきまるさんありがとう。すーさんもハートありがとう。渡辺さんだるまありがとう。やっほーやで。みんな今日バイト入っていないのに人数が少ないから呼ばれて、え、それはもうさ呼ばれちゃダメよ。それは断るべき。今日はみたいな。ちょっとお休みなので。あー、かわいい赤ちゃん。赤ちゃんがログインしました。うん、あ、もう、あ、え、ネムちゃんやん。ネムネムベイビーちゃんやん。マジか。
1233クマペンライトありがとう。もうそれはもう無視した方がいい今日は日曜日なのでお休みです。そしていいぐらいだよ。勇者さん花束ありがとう。マル、マシュマロありがとう。ライさんありがとうだ。ちょん、4月中旬まで、せめて5月上旬まであれコウトキさんクマありがとう。ユッキ、マシュマロ、マッピーさんハート、サトトモさん雪の結晶、バリーさんマシュマロ。卵焼きの方あるよ、あの厚さにできるの。マジ？あ、専用の型があるの、それで焼くの。専用の型持てないよ。ナンバーズワンさん、違えた、ナンバーワンさん、さとともさん、ハート、みんなありがとう。バリーさんマシュマロありがとう。近所に明らかなまずいラーメン屋ある。どういうこと？どうするんそれは。それは食べてるん？明らかにまずいん。さとともさんもハートありがとう。マシュバリーさんマシュマロありがとう。コウトキさんマシュマロありがとう。マッピーさんもレインボースターありがとう。マジャさんもマシュマロありがとう。てりたま一応4月中旬までの予定だけど3月中に売り切れになるお店が。へえ、じゃあ食べれるうちに食べちゃかにゃいけんな。アイドルは日曜日は仕事かと思って。そうなんだよ、あの私的にはあの土日とはイベントをやってる、イベントが主だから、こんな土日をお休みなのは久々かもしれない。うん、土日は基本お役目も入らないことが、うん、今見たら入らないことが多いので、うん、うん、イベントばっかり。え、すごいよ。え、じゃあうん、イベントしてるイベントですね。おー、イベントですね。イベントもろイベント、すごい、イベント祭り、イベント、え、すごい、イベント。チェリーさん、ハーク、マシャさんありがとうだ。マシュマロ、バリーさんマシュマロ、ブンちゃんクッキー、8083マシュマロ、アサムキャンディ、エンジェルキャンディ、テリタの売り切れるとか物理的ないけどね、ボソ元マッククルー、ちょっと静かにしなさい朝ありがとう、マシュマロ。お仕事で寝坊したことある？マジ？私寝坊はないかも。寝坊はないかな。でもいつの間にか寝ちゃってたこともある。いや、それもないか。いや、なんかあったんだけどな。あ、もう起こしてくれたんだよね。そう、2月だったのか。毎週会える機会あった。そうなんだよ、美味しいお店になるの簡単。 YouTube で勉強したの。平日の休みと土日の休みどっちがいい？むずいね。でもさ、土日の休みはちょっと社会と同じ、あの社会もお休みムーブじゃん。で、なんか世に繰り出したりしてる人もいたり、なんか土日の休みの方が静かなお休みな気がする、家にいたりしても。でも例えばさ、月曜日のお休みだとしてもさ、割と工事の音があったりさ、なんかそんな気がする。うん、スノーさんありがとう。雪の結晶、休んでるよ、ありがとう。今年まだ休みない。え、めちゃめちゃ休んでる。今とかめっちゃ休んでる。ナポリンさんありがとう。ペンライト、バリーさんもマシュマロありがとう。テイカーさんもマシュマロありがとう。
マーククルー、マーククルーかっこいいよね。瀬戸内瀬戸クルー、 STU クルー、ヘミさんマシュマロありがとう、 R さんマシュマロありがとう、ヘミさんハートありがとう。確かに、でもそうそう、あ、451ありがとう。551みたい。551日連続配信が来るまでは絶対に私あの、いや分からん、続けないの問題じゃないんだけどさ、私にとってさ、ショールームはもうなんか生活の一部になってるからさ、続ける続けないとかの問題じゃないけどさ、551は見届けたいよね、みんなで551日連続配信したいよね。なんならさ、551日連続配信なのでちょっと551食べますとかしたいんだけど、豚まんクイーンやばいね。やだな、豚まんクイーンめっちゃ太ってそう。豚まんクイーン、そう、平日休みの時お出かけとかしたら、あー空いてるなーって思う。逆に土日休みの時空いてないなーってなんか人多い。あ、そうか、今日土日か。つまるモビさんハートありがとう。確かに平日休みだとお役所とか銀行、確かにね、そうだわ。でもね、最近はお役目、でもお休みの日、お休みをいただいたらもう寝てるからもうお家にしかいないから、街に繰り出したりしないから、だから分かんないかも。あー人多いなとか、最近全然遊びに出かけてない。私結構一人でお買い物とかめちゃめちゃ好きなタイプだったんだけど、してないな。バイリーさんありがとう、マシュマロ。アイドル大好きさん、マシュマロありがとう。まこやんさん、マシュマロありがとう。エドワードさん、エドワード菊池さんありがとう、マシュマロ。ヌラさんもハート。ミッツさん、クマタンありがとう。え、千日連続でアバターも作りたいし、千日連続だとなんか STU はあのスタジオショールームさん行ってる気がする。したいな。ミッツさん、空気ありがとう。そう、気がついたらさ、もうなんかポン抜きさんありがとう、ハート。日曜日ですな。来週土曜日ラジオの公開放送、まだいけえホケラジ楽しみ、ホケラジ楽しみ。それな、雪帽子さん行きたい、本当に行きたい。でもね、なかなかタイミングが合わんね。くにちゃん、マシュマロ。深夜さん、ハート。外での撮影は平日が、え、ね、平日にロケ行ってるイメージ。休日にロケはなかなか行かないかも。あ、確かに910日連続配信もしたいね、工藤だけに。バリーさん、マシュマロありがとう。4人メタルさんもマシュマロありがとう。うん、1万と2000日前から愛してるとかだと大変で、かなり大変じゃん。1万日連続配信アイドルやばいな。ヒロちゃんありがとう、マシュマロ。ヤマピーさんもマシュマロありがとう。あ、みんなのコメントに追いついた。うん、かわいいだと、ありがとうございます。うん、限定メニュー、それ特に私バレンタインのメニューめっちゃ好きなんですよ、あのチョコレートのメニュー。それがね、逃したのがね、悔やまれますな。あれめっちゃ美味しいよ、チョコレートのやつ。やけね、ちょっと来年のバレンタインやな。ワイルゴミゴミさんありがとう、マシュマロ。でもホワイトチョコ、今年のさ、そうホワイトチョコとかもうあれよ、去年食べたことあるけど美味しかったし、450日連続視聴の強者もいるんかな、夜かもしれん。ありがさすぎる。いちごも大好きだから、いちご食べたいよね。サンソンさんありがとう、ハート。
シャオリさんおハートありがとう。8083ダルマありがとう。焼き芋も美味しいし、でもね、その日その日のね、その時その時期その時期その時期のね、美味しいがあるけね。なんでこの放送見てるとマックに行くことを強いられる。なんで大丈夫よ、マック食べたくなるけどね。本当にスノーさんマシュマロありがとう。やばいよ本当に、マックの体になりつつあるかも。マックってさ2日連続食べたらどうなるんかな。サンパチさんキャンディーありがとう。ハンターさんもキャンディーありがとう。ハンターさんマシュマロありがとう。フグの旬は何月なの。フグの旬って何月かね。ママファーってママがファーファーって知らない。バリーさんマシュマロありがとう。つわものか、強者はつわものって読むか。確かにフグの旬知らない。私毎日が旬なんじゃない、フグ旬。冬の味覚って書いてるよ。マクドしか食べなかったどうなるかって映画あった。マジでそうなの。やばいやばい、ゴールデンカムイそうじゃん、全話無料4月17日までやん。やばいやばい、見なきゃ見なきゃ。全然読めてない。フグは冬なんだ。レオーネさんマシュマロありがとう。秋の彼岸から春の彼岸まで、冬の間は旬の時期。おおイエーイ。でも一年中美味しいらしいよ、養殖が盛んだから。サンパチさんありがとう、マシュマロ。ヒヒさんもマシュマロありがとう。スカンピオさんもマシュマロありがとう。私のことをずっと見てくれてありがとう。季語的にも冬、マジフグ泳ぐみたいな。マジで季語なん。ガサゴソ。新聞記者のともやさんありがとう、ハート。私さ今さこっち側だけ日焼けしそうな予感。でもいいよね別に、日焼けせんやろ。マジ。ケンちゃんありがとう。大丈夫よもちろん。おお、あああああ、なんとかなんとか。これで私が半眼だけ日焼けするというね、危機がなくなった。日焼け止めぬりぬりしたくない、なんかいい日焼け止めに出会いたい。やっぱ春ですな。ヤマピーさんありがとう、マシュマロ。3年トラフグって何。 AD さんってアシスタントディレクターさん、半眼。確かにスプレータイプの日焼け止め確かにあり。ブッだけでいいもんね、シュッて。確かにそれはありですな。淡路島は3年太らせたフグで有名な、絶対美味しいじゃん、絶対美味しいじゃん。3年太らすの？手なずけるん。うわ食べりー食べりー。マジ春のあったかい日差し大わかる、大好き。今度の土曜日はリコチが自動配信飛び飛びサービスという名言を発明してからちょうど1年。本当に？うわーありがとうだ。自動配信飛び飛びサービスでね、飛んできてくださった方も自動配信飛び飛びサービスをいっぱい使ってくださったり、飛び飛びできたでみたいな、自動できたで、手動できたでとかさ言ってくれる人多いじゃん。
スノーさんハートありがとう。ね、お花見シーズン確かに飲む日焼け止めもある。それです、それする、それするしか。マフ、ロムさんありがとう。マシュマロありがたいよ、ありがたいよ。記念日いっぱいね、歴史。マサさんハートありがとう。バリーさんもマシュマロありがとう。いやそうだよ、この3日間ずっとすっぴんでいた。今日もすっぴんでいくよ、飛び飛びで来た民。嬉しい本当に。マサさんありがとう。確かにまた君か、やばいよね。自動配信飛び飛びサービスでまた君かまた君か、やばいね。ハークマシュマロありがとう。ひげひげ、え、お肌3連休、え、お肌3連休やばいね。そうよ、ずっとすっぴんでた。808さん、江戸っ子のカズちゃんハークもありがとう。うん、やばー、確かにお肌休ませたよ、皮膚科の先生に教えなきゃ。あ、もうちょいとの飛び飛び、え、飛び飛びありがとう、本当に飛び飛びで出会ってくれて。確かにリコチの後輩っていうコメントもやばい。嘘、ありがとう、久しぶりに見てくれて。綺麗になった。スノーさんありがとう。だるま応援してくれてありがとうだ。レゴチに自動で飛んだら沼にはまる。マジ？なんで？でも嬉しい、そんな私とフィーリング合ってくれて。また君か、飛び飛びサービス、工藤リコ急発びマジ大事。オフ最高、最高です。すっぴんでいられるの最高。また君か、また君か、嬉しい。808さん誰もありがとう。ひろちゃんマシュマロありがとう。マシュマロありがとう。でもさ、ほんとみんなと出会えた、このほんと奇跡に感謝、ありがとう。どんな感じになったの？わあ、真っさらだ。なんにもない。808さん、マシュマロありがとう。今日はそう、お家でのんびり。確かに思い返すと飛び飛びで知ったかも。そのせいで初見認識なのに初見マークは消えるという悲劇が起きた。そっか。バイバイ初見。リコチの後輩ほんといいです、字余りかい。みんな先輩、うわー、空が出る。あくび祭り、トラ鉄さんありがとう。だるま、また君か、リコチに飛んで糸おかし、あ、いいじゃん。ポイント集め、ポイント集めて。ポイント集めるのにちょうどいいルームよ、これ。あれよ、あれをじ、あれよ、何回ね、ミッション成功させるためのルームやけ、ここ。前髪がパッツン。グラタンさんありがとう。ペロペロキャンディ、今日は何時間寝たん？うん、9時間、8時間とか9時間とか。憧れの先輩ナナさん、え、嬉しい。お洋服、このお洋服大好き。破れてる私がってやったからこんなことになった。ゆたかさんありがとう。ハートボロボロなの、ちょっとこれもうボロボロこれなんでそんなボロボロなんて聞かれたんやけどいける、うん、リコちゃん夏の季語かな。え、いいじゃん、リコちゃん太陽、太陽、夏の季語で認定、嬉しい。トーリさんありがとう。と私が怒ってカッカってやるからか。9時間でも短めに聞こえる。え、でも本当に
もうこの3日間の平均睡眠時間10時間とかだと思う。めっちゃ寝てたよね私。だってママがしびれを切らしてさ、ちょっと昼頃になったらさ、つぶちゃんをさ検討する、こうやってガーって行かせるもんね。スノーさんありがとう。寝すぎだからそろそろお金会行ってつぶちゃんを起こしに行かせるの。ボテさんマシュマロありがとう。私タケノコの里派よ。ホームレスさんみたいだね、かわいそうって言われちゃった。あーごめんね、かわいそうって思ってくれてありがとう。そうつぶちゃんのおかげで朝ポストもできるし、おはようツイートもできる。そうつぶちゃんパシらされる。そうそれもよき。朝ポストだけはさしたい、やっぱ。あやばいやばい、平均歩数とかやばいんじゃない。私1000歩行ってないよ、やばすぎ。今日とかまだ26歩なんだけど。会いに行きました、ありがとう。クマやばすぎ、なんでこんな。うわめちゃめちゃ26歩すぎる。26歩です。今日まだ26歩みたい。まこくまさんありがとう、ハート。でも一応昨日は600歩、623歩。会いに行きます、ありがとう。くまぺん、あやばいやばい。うん、まこくまさんありがとう。ゼロ歩いける、ゼロ歩やばい。ゆうゆうゆうさんマシュマロ、パピポンちゃんマシュマロありがとう。えゼロ歩ほんと。22歳になるよ。フリマロバカさんマシュマロありがとう。まあ確かにそんなスマホを持ってないからかもしれないね、家で歩いてて。でも割とこれでぶら下げてることが多いから、うん、なんだろうね。東京マラソンすごいじゃん、2時間45分で早いの。え、でもさ約3時間とかをさ走り続けるのってすごいな。8083マシュマロありがとう。2万歩行くの強ない？それはもう才能です、才能だよ。全然いけない私。すごい2時間45分って早いんか。でも早いイメージ、確かに。すごいお疲れ様だね。サブトラネコチマシュマロ、ヤスプッチンさんハートありがとう。家にいるとあまり歩かない。えだよね、まずそうだよね、座ってるし。え猫ひろしさんクラスやば、猫ひろしさんクラスはやばい。え、わかる、歩かないんだよね、ずっと座って寝てるし。え、3時間切れはアスリート。え、すごいね。そこにいると離席もしなくて、母気味をパシリにしてるから。そんなつもりないのに。歩数伸びないんじゃ。離席をしたら歩数が伸びると。だってまあ明日からまた嫌なほど離席すると思うよ私。てかさマジ3月13日楽しみ、もうあと3日やん。明日明後日しあさってしあさってやん。来る人待ってるで。でも大変だよ、今さら。今から都合が空くかどうか分からんけど、でも STU のステージを見るだけだったら STU のステージ19時50分からだから、ワンチャン予定の後とかいける。バリーさんマシュマロありがとう、ありがとうだ。オリンピック出れる？出ないよ。お母様の歩数は確かに多いと思います。
ね、フェスに選ばれるの私も嬉しい。渡辺さんハートありがとう。ライボンさんレインボースターありがとう。ビロコーさんハートありがとう。10時間くらい山登ると7万歩ぐらいにはなる。え、まず登る山があるのいいね。サノマルママありがとう。マシュマロルーカスさんレインボースターありがとう。よう走れるよねみんなマラソン。私はまあベラベラ喋る余裕もないか。一緒に走る仲間がいないと無理かも。タッケンジー2さんありがとう。だるま寂しくなるしねえかまってよつぶちゃんに。つぶちゃんかまってよ。この姿で寝るんだね。ママ今夢中だから。初見ありがとうです。ガニ股でもいいなら走れるわ駅伝え無理だよ。1キロだけ 50m だけでもハーハーなるのに。豆太郎沖菜さん雪の化粧。スノーさんマリオさんハートありがとう。フリマロおバカさんマシュマロボテさんハートありがとう。うん、何が得意かな。スポーツだったら、え、本当割とスポーツ何にもできない気がする。うん、体力ないよ何にもない。みんなでヒット祈願駅伝やばすぎ。みんなでやんの。わかる。わの日の15時台わかる。めっちゃ好き。平吉さんマシュマロありがとう。カットマンは恥ずかしすぎるでしょウケる。卓球はねまた感覚を取り戻せばできるかもしれんけど。写真集はどんな感じ。え、わかんない。まだ全然考えられてなくって。ポップな感じ、工藤理子みたいな感じ、21歳22歳な感じ反復横跳びか。 1500m6 分ぐらい。 3000m14 分。え、すごいんじゃない。カバディ受ける。え、じゃあれはなんか忘れちゃった。もうスプラトゥーンあれはリングフィットしてみたい。私ストーチっぽいのね。確かにストーチっぽいな。え、駅伝してくれるん。駅伝応援、応援会。あ、フラワーフープめっちゃ得意。ミキちゃんハートありがとう。え、リングフィット楽しい。マジ。あ、バスケね、バスケいいかも。ミッキーさんありがとう。え、でも球技むずいかも球技苦手かもしれん。あ、バドミントン。リングフィットしたいな。8083だるまありがとう。え、本当にスポーツ何一つできない気がするうん、フラフープ何個同時に回せるか。え、首で回せる人とかいる。え、でも多分私首で回せるよ。テニスわかんない。うん、学校で体育の成績は良かったですか。私本当にびっくりされちゃうかもしれないけど体育5なのっていうかあのね成績ねオール5なのよ実は3年間。そうやばいよね。私もびっくりした。今思ったらえってやんそうなんよ。もう全部実は5以外取ったことないんですよ。やばいっすよね。10段階の5だったらちょっと半ばすぎるかもしれないけど実は 5中の5なのよ。
汗汗運動神経良かったんかな。え、でも柔道を取ってた、柔道とかやってた、ダンスもやってた、あの習ってた、あのあ、でも保健も得意だった。保健のテストは先生に100点取るから、あ、褒めてくださいねっつったら、つってって言って100点取った。だから私本当にあの時のあのなんか勉強してたやつが結構その心、あの蘇生系なの、蘇生とかなんかなんだろう、もう忘れちゃったんだけど、あの AED とかさ、そう、そういう系とか得意、めっちゃ得意だった。あ、ほんと優等生イメージはある。1日書いてどのくらい勉強してたん。え、でも多分ね、本当に記憶力がいいのかもしれないの私ね。そう、記憶力と、だからその学校の授業を前のめりで聞いてて、本当に一度もね寝たこととかないの。結構なんか勉強好きだったかな、授業とか前のめりで聞いて、先生が言ったこともなんかノートのこの片隅に定規で線引いて、先生の言ったことメモの欄みたいなのを作ってメモとか書いててそうそう、そういうそういうタイプだったの。マジで真面目すぎないそう、そしたらね、テストの点数良かった。でも全然間違えることも多かった。逆になんでこんなに勉強してんのになんで100点取れないのって思ってたよ。キハさん、レインボースターありがとう。そう、予告100点確かにかっこいいね。でも私はマイカーだから、スポーツユニットだから、スポーツ頑張んなきゃ。でもテストってさ、まあ教科書のことというよりか割とさ、先生ノートに板書黒板に書いたことしか出さんくない。テスト、キハさん、ケンちゃんありがとう、帝国艦隊さんもありがとう。まあ、かなり記憶力いいのか、私ちょっと誇らしいわ記憶力いいのか。でも全然東大とかのレベルなんじゃないよ。オール5だったの。そう、これで、これで実はオール5だったんですボロボロの服着て。ワリーさん、マシュマロありがとう。え、もう当時の勉強道具は捨てちゃったんじゃないかな。そう、え、でもそう、割と板書先生が口でその、歩行口でなんか言ったこと、補うことで割と大事だったはず、大事だった。でもね、私教科書、逆に教科書とかと好きじゃなかったの。割とその教科書読むの好きじゃなかった、苦手だったから、そう、理解できなくって、そうだから先生が言ったことしか覚えてなかった。だから教科書に書いてあることが一回テストに出た時積んだ。8083誰もありがとう。え、ファンの人の顔も名前もめっちゃ覚えると思う。めちゃめちゃ覚えてると思う今。え、多分覚えてるよね。ケンちゃん8083ハートありがとう。そうだよ、マイカーはスポーツユニット。え、でもさ違うよ、私学力テストは低かったそうだから悲しい。でも100点って取れなかったから悔しかった。でもね、英語表現は勉強したことしか出てこないじゃん。だから100点だったな100点ばっかりだったな。うん、得意だったからね、英語が。英語めっちゃ得意だったわ。え、でも学校好きだった。8083ハートありがとう。マイカ歌系、あー確かにマイクってことね。あ、でも MC、 マイクで MC。 マリュハートありがとう。
そうだね、確かにファンの細かいエピソードまで覚えてる。確かにそんな忘れないかも。忘れないっていうか聞いたら覚えとる。元は文系だったよ、でも理系に変わった、その大学受験のために理系に変わった。だから頑張ってたな。本当はさ、私文系だったからさ、数一数 A しかやらなかったけどさ、受験のためだとさ 2B も必要になっちゃうからさ、 2B 頑張ってた。花丸さんだるまありがとう。でも 2B も割とやりやすかった。留学も考え、あ、留学ね、してた。ご飯粒ちゃん、マシュマロありがとう。そう、利点したの。そう、確かにやばいよね、東大模試の英語でいい成績だった。え、そう、なんか東大の英語の過去問を解いて、なんか結構100点わかんない何点だったか忘れちゃったけど、でも信じられないぐらいいい成績だった。アリさんありがとう。雪の結晶、そう、でも難しい、もう覚えてないけどさ、ベクトルとかは分かりやすかった。そう、そう、文系からそうだった。勉強好きだったのかもしれない、そう考えたら。勉強の仕方が分かって、でも私勉強の仕方が分かるまで、分からなく、ちゃんと分かるまではめちゃめちゃ勉強苦手だったよ。だって中学校の頃とか全然だった。うん、ポテンシャル高い、嬉しい、お利口さんだったとはあ、でも分かる、もう説明しろって言われたらできないが。もかじさんありがとう。あと、それなぞなぞはあんまり解けませんそう、薬剤師目指してた。そうなの、薬剤師さんになりたかったから薬学部系の薬学部行きたいと思ってたけど、 ST48 に拾われました宿文とか読書感想文好きだった？あー、読書感想文は斉藤飛鳥さんのファースト写真集潮騒で書きましたそれ許してくれた、さ、それを許してくれた国語の先生、優しすぎるな。ハルルンさんバラありがとう。確かに漢字も地名も超苦手、超疎いそう、自分に合った勉強法がちゃんと見つかった。そう、写真集で読書感想文した、彼女の、なんか彼女のこのあどけない表情がみたいな、彼女の過去と未来を表しているみたいな。まあ私にとってはね、読書だったんですよ、きっと。うん、そう、個性をね大事にしてくださった。この先生は本当にありがとうって伝えたい。お、バリーさんマシュマロありがとう。すごいね。お、ミャーミャーミャー。お、ねえ808さんハートありがとう。薬剤師になる世界もあったかもしれない。さあ、確かに先生も好きだったのかもね。フリマロバカさんマシュマロ、808さんハート、センプールさんマシュマロありがとう誰かを やってみて読書感想、私の写真集いいですね。うん、でもさ、今さ、なんか数学をしなさいとか言われても、もう数学こそできないか。勉強、でも勉強って楽しいよね。自分の知らない物事が分かるから。のぶおっさんハートありがとう。ほうちありがとう。マシュマロ、朝の10分間読書に工藤理子写真集を
いいじゃん。本当に？でも私中学校の頃はお勉強できなくって、本当に数学とかも超苦手だったから、数学は確か それこそ39点とか取ったことある。社会もセンプールさんありがとうね、24点とか取ったことある。それでああってなっちゃった。そう、薬指導受ける。確かに大人になっても毎日勉強、なんか勉強のさ、あの種類がちょっと変わるだけで勉強だよね。勉強してるよ私たち。え、すごい、100点しか取ったことなかったの、すごい。私も中学校のうちで勉強に目覚めておけば。でもそしたら今の未来ないかもしれないから、それはちょっと今のこの STU にいる人生もなかったかもしれないから、そう感謝してる昔の自分に。ケンちゃんハートありがとう。この人生でよかったって思ってるよ。確かにな、だってアイドルになりたいなんて思ったとて 思ってたかもしれないけどさ、お医者さんになりますとか言ってたかもしれないじゃん、私がもし勉強にさハマってたらマリーさんマシュマロありがとう。そのね未来があるかもしれない。うん、でもさ学力テストは超苦手なの。今ももうでもその勉強した内容全部覚えてないもんね。学校で習ったこと俺の今のおたかつもなかったんよな、ありがとう、どういたしまして。そうかもしれないもん。お兄ちゃん808さんハートありがとう。808さんマシュマロもありがとう。書道の先生いける？でもめちゃめちゃ私本当に書道の先生になれると思う。ケンちゃんありがとう。でも書道はさ真似をする、その特徴を捉えてそれを自分の力でもう形にする力だと思うからさ、見たものをそっくりそのまんま書いたり、そのそっくりそのまま書くの工程でもさ、この角度からこんぐらいの力加減でこう、ここは溜めてここは勢いよくみたいな感じにさやったりするか、それかもう自分のさ表現をさ自分からできるかじゃん。みきやくんハートありがとう。ヤギちゃんありがとう。ハートでも昔から書くの好きだったよ。絵本とか書いてたし。なぜ昔書き換えられます。あーあるのかな。人生方向にさマシュマロありがとう。いいね、ちゃいましか。そう、私はどっちからかというとさ、その見たものを真似するの方が得意かもしれない。おお。ヨッシーパパさんありがとう。ケンちゃんありがとう。私本当に3月13日のフェス楽しみ。心大事、アレンジ大事だよ。空海より字が上手って嬉しい。空海超えた。小人さんありがとう。マシュマロ、アッキーさんマシュマロありがとう。ケンちゃんありがとう。ハート、マルもハートありがとう。でも私苦手なこともいっぱいあるよ。例えばダンス、まあ覚えるの
だいぶ早くなった方だけど昔に比べたら。でもまだまだだし、歌もまだまだだし、結構まだまだのことたくさんある。マリーさんマシュマロありがとう。うん、まだまだ多めよ。だからこそ頑張ろうと思えるのか。お、え、今日開演時間早いんだよね、バスラ。4時から4時からですか。ケンちゃんありがとう、リコチコンコンマシュマロありがとう。確かにアイドルに正解はないか、その形がアイドルか。わあ、カンカンマシュマロありがとう。開演時間早いんだよね。あくびが出ちゃった。あ、16時からなんだ、やばすぎ。あー、ラストか、最終日か。なんかエモいな。たくまさんありがとう。かうき、ウケる。知らないって怒られるしかない。あくびのタイミング一緒だった。ウケる。一緒にあくびしたってこと。あくびが出ちゃうよね、眠たくなっちゃうよ。だってこのベイビーも寝てるし、かわいい。あんよがかわいい。わ、バリーさんマシュマロありがとう。確かに沖前公園もありますね。え、たまらんすぎる。沖前公園、沖前公園はもっと定期公演でさ披露してほしかった。卒業ソング、え、さよならの意味。でもそうだよね、卒業ソングか。ハルジオンが咲く頃もだし。フリマロバカさんマシュマロ、コンコンマシュマロありがとう。あんよって言うよ、あんよね。123曲も4日間で披露するってすごいよね。だってぐらいは全体曲っぽそう。結構70曲ぐらい覚えなさないといけなさそう、一人。どうなんだろう。ケンちゃんハートありがとうね。ハルジオンたまらんな。フリマルおばかさんコンコンマシュマロありがとう。絶対にマシュマロ食べる。カシパでも君は何を後悔するのかも。エスティアの中での卒業ソング、大好きな人も。このタイミングでやっぱさ卒業っぽい歌から卒業がね。バリーさんありがとうマシュマロ、ね、命に関わる面白い。そっか、1日30曲以上は命かか。確かに幸せはいつだって近くにあるんだ。ミキヤくんハートありがとう。ケンちゃんもハートありがとう。今のリコチが披露するアイドルなんて言わない。愛のなんて読まない。もうニッコニコでしてそう何、うん、ロマンティック病。ふわりふわり浮き上がれ、現実は忘れよう、悲しみはここに消えて。ここ、え、みくりんさんのさ卒業コンサートがあったけど、ロマンティック病したのかな。僕隊ももう一回見た。え、見てほしい。え、私も僕隊したい、したいしたいです。全然もう覚え直せし。でもさもう16人おらんのか。2回やったのたまらないね。
マジか。ロマンティックグループするよね。8083レインボースターありがとう。え、全然できるよ。寂しいね。まあそんなこともあるよね。うーん、ザ・桜みたいな春曲って秋元先生あんまり書かないよね。え、桜みんなで、あ、ザ・桜か。確かに桜の花びらたちがハラハラとかも、桜の花びらたちが咲く頃、十年桜とか、十年後にまた会おう、あるかもしれない。リサーチャーさん、バリーさん、ありがとう。マシュマロ、にゃん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 。僕隊、え、でも研究生と僕隊したい。生き物係の桜みたいなやつ。ああ、桜の木になろう。わ、エモいっすね。もう僕が桜の木になるのかって、たまらんな。 Give me five。 私なんだろうな、あんまり自分でソロで、もし卒業公演とか卒業コンサートをさせていただくってなった時、自分でソロで歌う曲をもしさするってなったら、ドレス着ながらよ。え、そういうのさ、もう想像するやん。え、何しようって思って。東京1068さん、平成天狗さん、マシュマロありがとう。平成天狗さん、キャンディーもありがとう。作詞する？しない。ファンレターの歌ぐらいしか。何希望？何？え、そう、3曲ほどしか絞れんのかと思うと、四六時中も好きと言って夢の中へ連れて行って、忘れかけてたハーデンソー、愛をこの中に。これでは、これ歌い始めたらびっくりする。それでは次の曲が最後になります。この曲はみんなに向けて歌いたいと思います。バリーさん、マシュマロありがとう。真冬に歌い始める。超寒い。12月か1月とか。四六時中も涙なしでは聞けない。本当に面白すぎるって、笑っちゃうって。忘れられない半層を教えてくれた。ありがとう。あ、ほんと？二人たちはリコチってイメージ。え、嬉しい。番組出演したもんね。そうだね、二人たちを。で、実は歌番組デビューしているという。実はね、でも折自分のポジションじゃないもんね。だから自分のポジションで出たオールナイトフジコは嬉しかった。桜の木になるで、しかおらんの、やばい。さよならで終わるわけじゃない。あ、聞いたことあんまりなかった。さぞ流れてる涙の果樹え、涙の果樹ってあるの？確かに。もしでもさ、真冬に真夏の果実、そう、僕らの進化シュートもいいなって。わかる。卒業、え、落語入れるの？うん、Lさん、マシュマロありがとう。涙の果実か。へえ、そういう感じでした。あ、一番盛り上がりありがとうございます。一番盛り上がりありがとう。はじめだよさん、ありがとう。レインボースター、涙のキスと真夏の果実が混ざった。え、それどっちもサザンですか？シーズンインサザン、ザザン、ザさん、
シーズンインザサン。いろんな曲があるんだね、この世には。ぐちゃぐちゃやん。未来の果実はポイズンガース、明るく行こうぜ、風も未来から吹いている、ポイズンガース、心の内地に種をまこうよ。いいよ。オールナイトフジコ欲しいけど、生活リズムしばらく崩れるからな、ウケるしたい。でもいいな、出たいな、オールナイトフジコ音楽番組ね、なんか出られたら嬉しいよね。君は何を後悔するのかで、また桜みんなで食べた満開の花びら、春風に吹かれて、なんか好きだったな、この歌。クチエルにさ、ウサギとか犬の毛がつくんだよね。うちあるある。うちに来たらみんな多分こうなっちゃうと。こういうやつはすぐ分かる、自分が恥ずかしくない、恥ずかしがらないで。でもさ、なんかさ、卒業発表とかしたらさ、泣いちゃうさ、あのファンの方もいるかもしれないじゃん。でも私はもうファンの方が笑顔でよく言ったぞリコシーって言ってくれるぐらいまで、なんかもうリコアイドルリコちゃんお腹いっぱいって言ってくれるぐらいまで、なんかやりきって、みんなともやりきって終わりたいなと。でもさ、やりきったとてやっぱ泣いちゃったり悲しくなっちゃったりするのかな。卒業しないで、もうそれは30歳になるしかないのか。トリガーさん、マシュマロありがとう。マリーさんもマシュマロありがとう。それはもう30歳までやるしかないのか。わかる、その気が恋しくなる。そう、よくやったぞリコーチ。まだ早い。うん、まだまだ言わんよ。エチフォーティーと定年まで。え、定年なんてあるんですか。こちかささささん、ハートありがとう。え、定年いつなんだろう、 STU の。割とリアルに48歳まで。え、何歳まで、何歳でみんな辞めちゃったっけ。あ、卒業しないとできないことが増えて卒業したの納得。ああ、やっぱそうだよね。柏木さん超えられないよ。あの子が卒業した時ガチ泣き。なんかね、ガチ泣き。そうだからさ、やっぱちょっとみんなが涙が出ちゃう寂しい卒業発表じゃなく、よーく言ったぞリコチーみたいな、フューみたいな感じになるぐらい。なんかそれだとなんか卒業惜しまれなくて寂しいけどさ。そう、48グループで一番上で辞めた、じゃあゆきりんさんかな。30、今2歳か。え、 STU だったら滝野さんが26歳、コウコさんって何歳だったっけ。26歳。もう何歳だからとか言ってるオタはおだまりって気持ちになる。逆にそんなこと言うさ、意地悪な人いる？いなくない？割とサラちゃんって40歳までいたいよ。超軍師さんありがとう、ペンライト。バリーさんマシュマロありがとう。全然卒業を考えてるわけじゃないよ。まだ全然卒業を考えてない。マンデリンさんありがとう。キャンディー。マジそんぐらいまで、もはやそこまで、ここまで頑張ってくれてありがとうとかなるのかな。のトリケラトプスのみんなは40歳までいていい？確かに気持ちは若くいられるよね。
あの世から見守ってます。私がもう80までやるとかなったらみんなはもうあの世に行っちゃうってこと？わーわー、今ね見てるな。あ、逆に心配になるんだ。もうここまでやってくれてありがとうねみたいな。わーマリーさん、マシュマロありがとう。ほんと確かにやっぱ儚かないねアイドルって。わお、ハルルンさんレインボースターありがとう。うん、でもどうなんだろう、うん、ちょっとなんか体力が不安になってきたらちょっとありがとうございましたってなるかもしれない。それまでは多分だから大丈夫だよ、50歳ぐらいまでは。ヤスさんクッキーありがとう。リコは一切卒業発表に合わせなさそう。ほんと？でも私逆に今夜卒業発表するからみんな配信とか見てねみたいな感じで言っちゃうかもしれない。実はこの卒業公演、あ、間違えた、この公演で実は最後に卒業発表しようと思ってるからみんな心意志を固めてきてねみたいな、覚悟を決めてきてくださいみたいな言うかもしれない。ミュウさんマシュマロありがとう。そう、発表予告、卒業発表予告しちゃうかも、うん、もしね公演で発表とかだったら、みんなこの公演の最後に実は卒業発表する予定なのでみんな覚悟を決めて来てください言うかも。行かない人出ちゃう、確かに無理ってなっちゃうか。ポコさんハートありがとう。うん、さすがに不祥事でやめるはないでしょ。割と私でもさ、確かに何がある、不祥事って。どうしよう、私がなんか闇のさ組織とさつながってしまってさ闇の組織でさ、なんかさ卒業記念発売グッズにさ、なんか布団とかさ壺とかさ STU のオンラインショップでさ売り始めたらどうしよう。フーマーさんありがとう。それはさすがに、あそれはさすがにやん。なんか体がなんか軽くなる水とか売り始めたりめっちゃ高いみたいな、めっちゃ高いですみたいな。一応購入する、オタクすぎるで従順なオタクすぎるで面白い。うん、確かにサイン入りで1000万円の壺売り始めたらそれはない、もう察してください。まあそっか、船の水も500円だと思うね。まあでも500円まださ、テーマパークのお水と一緒じゃん。でも確かになんであんなお水、まあでも具合悪くなった時のためのお水なのかな。偽サインとかあるの？ストウチの石ストウチの石やばいね。嘘、これ冗談ですよ。うん、ストーチの石はやばいな。確かにコールすると喉乾くもんね。確かに契約とかしない、だからもう毎週届いちゃう、もうそういう契約になって毎週そうなんか取られちゃうみたいな、あるかもしれない。家の壁やばい、ベルリンの壁やん。まあそれがあったら、あリコチそういうことでやめるんだなみたいなは察してください。じゃあ
こはそれでさしてください。めっちゃ面白いやん。あるかもしれないから、壺定期購入。うん、それ開ける、書き初めで卒業。そうね、旅立ちとか巣立ちとかなんか旅とか書き初めでなんかそういう系書き始めたら、あ、今年あるんだな、さしてください。私さ、なんか書き初めで書いたことはなんか全てが叶うみたいなさなっちゃってるじゃん。だからさ、あるかもしれない、心機一転とか。何どっち、テレビ、私、私ママが笑ってるお話し券なら、お話し壺、お話し壺、重大発表とか、明日重大発表、新規歓迎。あ、それまださポジティブじゃない。なんか温故知新とか、命書き出したら、そしてバリーさん、マシュマロありがとう、勝訴みたいな感じで卒業。え、じゃあ私が急にさ卒業発表するときさ、急にさステージ袖にはけてさ、走ってはけてさ、髪を持ってさステージ袖からさ走ってきてさ、卒業くのわりか卒業しますこれがいいやん卒業、これいいじゃんこれいいじゃん、これにしようや。それでは私から、じゃあこれ卒業発表で笑えてるの私たちぐらいだけだよ。これにしようよ。じゃあちょっと待ったえ、なになに、ざわ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 じゃあ卒業卒業しますやばすぎるでしょ。これやばいじゃん。まあそれでほら、こうやってこういうので笑えるぐらい私は ST48 で頑張って、みんなも頑張ったねって、なんか涙が流れない卒業発表にしたいなって思う。だからそれまで頑張る、それが実現するまで。はるるんさん、いいね、ありがとう。いいねだった、本当にそれ T シャツにしてるけど、シーンってなるかもしれない。でもそう、やっぱみんながマジか、そっか、今まで本当ありがとねみたいな、それぐらい言えるぐらいまで、そう、なんか何かを成し遂げて、そう、何かを成し遂げたい。みんなも何かを成し遂げてほしい、りょうちを押す上で。そういう関係になってから、ブラッシュそう、すぐに小さい文字で10年をかける、なぞなぞで卒業に匂わせる、いける。え、なんかいいね。そうで始まって、うで始まる寂しいものってなんだ面白い、うん、笑って送り出してもらえるまでは頑張る。だって今卒業したら多分、うん、今卒業発表とかしたら、やめないでよ、まだこれからでしょってなるじゃん、泣いちゃうと思うの。でも全てをなんか全てをやり尽くして、あ、ほんと頑張ったねって言える、ま、言えるぐらいまで、そう、まあ、そうしたい。なんだじゃないよね、ちょっと待った、なぞなぞです。そうで始まって、うーで終わる寂しいものってなんだ正解は卒業です。皆さん、私クドリクは卒業発表、卒業します。マジでおかしいな卒業発表、嫌だすぎる、こんな卒業発表は嫌だ
名即思いつくのやばすぎる本当に。そっとする？そっとしないで。ヘリウム吸って卒業発表してほしい。ちょっと待った。卒業発表は嫌だ。大丈夫ですか？まあこんなんで笑ってるのは今のうちですよ。きっとなんかもう分かんない、いつの日かもうなるかもしれないし。大丈夫？つぶちゃんがいい。つぶちゃん本当。みんな割とノリノリで卒業発表のことについて考えてるの面白い。え、何？送り出す？あ、悪いね。キョミちゃん、キョミちゃんおはよう、おはよう、おはよう、キョミちゃん、こっちは、つぶちゃん、なんでそこ、なんでそこやねん。かい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 、キョミちゃん、おはようさん、マシュマロありがとう、チェリーガーさん、マシュマロありがとう。確かに。でも私が一番したくないのは卒業発表。いや、わかんない。エゴのある卒業発表はちょっと私はうまちゃーんしたくないかなって。なんかへーへーみたいな、でも悲しいだろみたいな、わかんないわかんない、なんか感謝の気持ちのない卒業発表はしたくないですね。耳に痛かった、ごめん。やっぱりみんなに愛を込めて言いたいわ。あら落ち着けて。エゴのあれなんだろう、わかんない。うん、わかんないけど穴掘ってるのかって。そう、なんだろう、なんかうーん、小顔炭酸ありがとう、ハートのキャンディ。卒業発表をして、例えばその発表の後のファンの人のその反応を見るのを楽しむというか、なんつったらいい、悪くない？そういうの配信とかでさ、卒業発表してさ、その後にコメントとか読んで、なんで卒業するのとかのコメントを眺めて、そういうのはないんか、私が考えすぎてるだけか。KT さんありがとう、シルバーさん、はじすけさんありがとう。そういうのはじゃなく、そういうのはしない。タイムファイヤーさんありがとう。送り出すけど娘が嘘を読めにくいって感じ、なんでそう、星が育てたり、星が羽ばたつ、旅立つ時が来た。いいよ、なんでわかんない。え、嘘、私は割となんかみんな、なんだろう、そういうのは私はすっか、まあ、マジかってなるのか。小顔タンさんありがとう。まあでもハニバルさん、マシュマロありがとう。今はまだきっとないから、私が相当の、え、でもなんかこれ言ったらさ、本当のことになっちゃいそうだからやめちゃくわ。なんか本当になった時、おーとかなっちゃうじゃん。だからなんかはめられるかもしれないし、なんかハンニバルさん、タコミさんありがとう。そうしてよ。うん、そうね、オタク楽しもう、オタク楽しんで、本当に楽しませるよ。私もそういう時のコメント、おめでとう、え、私はおめでとうって言ってもらえるまで頑張る、やめないでって惜しまれるよりは、そう、惜しまれるよりはもう本当ありがとうみたいな感じに、おめでとうって祝福してもらえるぐらいまででいきたい。それまでに達したい。
8083ハート、バイリーさんマシュマロありがとう。でそれは私の中でのアイドルを続けるで上続けるにあたってのもう目標にする。うん、人生のやる気が出てきました。私もその日を思ったら、そう、もうレゴジに振り回されるのは疲れたってぐらい、おめでとうってやるぐらいまで、そう、みんなを引っ張っていくからね。福ちゃんちマシュマロありがとう。健やかな目標で最高だね。やった。ハニバルさんキャンディーありがとう。うんうん、そう、キリンさんくらいやりきってから、そう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 、そんぐらい。今日のお役目かりお疲れ様。私もあとなんか一つぐらい二つぐらいなんか提出物あったよ。これじゃやらなきゃ。2つかな、3つ、3つかも。ズーデスさんマシュマロありがとう。もっと振り回すわ、振り回すわ。ウポーさんマシュマロありがとう。ノーネームさんマシュマロありがとう。そんなに考えてるの？考えてるよ。ウポーさんマシュマロありがとう。バリーさんもマシュマロありがとう。マシュマシュ、え、本当にマシュマロが食べたくなった。マママシュマロ買いに行こうね。ママは今違う別のものに夢中です。じゃあそろそろ終わるかな。もうそろそろつぶちゃんとポポちゃんの夜ご飯の時間になってきたから、あと5年10年安心してていいかな。10年は安心しすぎかもしれんけど、振り回りすぎてそっちの袖までボロボロになるぐらいまでよろしくね。ウケる。ママ忙しいから絡んじゃダメよ。そのままあっちで忙しいから。マシュマロ買いに行こうね。そっち書いて。Yes? No?困ってるママ。面白い。ニッキー、そろそろつぶちゃんの夜ご飯タイムやっけ。半袖になるまで見続けて。これがね、どん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 。おつれた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 、ここぐらいまで行くまではね。これから歩数が増えるかも。26歩卒業するかも。こちかそそさん、小人さん、小顔たんさん、福ちゃんち、シリコンバちゃん、ありがとう。じゃあ皆さん、今日私の昼配信を見てくれてありがとうございました。夜もするかも、夜もするかも。おたまるさん、福ちゃんち、あ、ごめん、夜もするかも、すると思う。 85% の確率でする。残りの 15% はもしかしたらなんか帰り道を間違えて お家にたどり着くのが夜遅くなるみたいな、そんなんだったらできない。わたけらちゃんマシュマロ。でもこの前あったんよ、
フリマルおバカさん、マシュマロ、コチカ、ソソソ、ハートとキャンディ、ケラーゾンビワタさん、マシュマロありがとう。お昼寝はやめちょこじゃあ見てくれてありがとう。お昼寝は割といい感じ。もうめっちゃ、そう、数日間ノンアラをしたけさ、めちゃめちゃ体が軽いんよね。チブバタキラさん、マシュマロありがとう。高確率でそう道間違えるの、そう、そう心配になるやんいけ、それはちょっと心配させないように頑張る。帰り道気をつける。気をつけるね、ありがとう。じゃあみんな私の3時昼配信を見てくれてありがとうございました。また明日も配信するし、明後日も配信するのでお楽しみに。ありがとうみんな。じゃあ39位から読み上げるね。39位から、祖父さん、ヘミさん、渡辺さん、シルバーストゥトビさん、平成天狗さん、Rさん、シリコンバちゃん、パピポンちゃん、クニちゃん、ホーチ、名古屋コーチの日、アムトンさん、ヨーク、モテさん、ノリミワさん、ヒナトラさん、ヨマピーさん、モシャさん、めっちゃ天才さん、サンソンさん、キハさん、モヤッキーさん、おへそさん、トリガーさん、コビトさん、ナベナベ所長、ハンニバルさん、コガオタンさん、マンデリンさん、スノーさん、燃えるゴミゴミ人、燃えるゴミゴミの人、フリマルおバカさん、福ちゃんち、そして本日の秋元先生役は、マル先生です。ありがとうございます。ウッポさん、コンコン、ありがとうございます。そして本日のメルヘンチェンジ、第3位は8083でした。ありがとう、8083。第2位はハルルンさんでした。ハルルンさんありがとう。そして第1位はバリーさんでした。バリーさんありがとう、見てくれてありがとう。ズタボロのマニョチ、マシュマロありがとう。オクタさんハート、カラスさんもハートありがとう。うん、バリーさんお疲れありがとう。バリーさんマシュマロもたくさんありがとう。そう、おやつ配信でした。みんなのおやつのような配信ができたら嬉しいです。あ、バリーさんありがとう、ありがとう。ペンギン、え、これさ後ろ姿から始まるの超かわいい。バリーさんマシュマロありがとう。ではズーデスさんマシュマロありがとう。今日のおやつのような配信もありがとうございます。いい日曜日の夕方にしようね。バリーさんマシュマロありがとう。え、ね、間に合ってくれてよかった。じゃあ皆さん、こう今日も健やかな一日にしましょう。それではいきますよ、せーの、えいえい、みんな健やかにバリーさんマシュマロありがとう。健やかに、まったね。健やかに、健やかアニバル、めっちゃ天才さん、クマタありがとう。じゃあね、えいえい、おー、バイバイ。バリーさんマシュマロありがとう。